どうも、ラートです。ということで、今回はですね、僕もね、脱獄ごっこ、まあ大体もうすぐで2年近くやっていくことになるんですけれども、まあいろんなスキン使ってきましたよ。もうマイキースキンだったりとか、ラスカルとか、バナナ君とかいろいろ使ってきましたけれども、やっぱこのゲームに対しても、初心に帰って、初期スキンに戻って、脱獄ごっこやるっていうのをね、今日はやっていきたいと思います。なんかすごい自爆してるし、俺の相方いなくなりましたね。この市民何6人に対して、もう6人じゃないけど5人ぐらいに対して、人狼1人で頑張らなきゃいけないので頑張っていきたいと思います。よし、倒していく。まあグレネード見なかったけど、よしよしよし、ちょっと復活しちゃってるんで、またヒカキンさん倒していきます。はい、いけ、よし、倒していく。よしよしよし。やっぱなんだかんだね、このラフスキンが一番最強だよってところをね、この動画を通してね、証明していきたいところではあります。よし、いや、ちょっと逃げられた。グレネード当たってないけど、で今回ねめっちゃ武器いいから結構いける気がする。いけ、おい、よし、グレネード置いといて当たるんじゃない。よし、倒していく。あ、これいけんじゃない？これ放置してんのかな？ OK！ よし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 。ちなみにヒカキンさん2回復活してるんだけど、ちょっと2回とも僕が倒してるんで、もういけるんじゃない？これ、もう、あと2人だよ、多分。当たれ！ほい！当たらない！当たらない！当たらない！うー、待って！狙われてる！あ、あと3人だ！めっちゃ狙われてる！やばいやばいやばい。はい、フェイントかけて、レーザーと消費させてトラップ仕掛けてグレネードを置いて、はい、倒していく。よし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 、いいんじゃないいいんじゃない。うー、なんか自爆してるけど大丈夫そう。グレネード置いて、これも当たるんですね。さあ、あと全員一さんだけですね。全員一さん倒していきましょう。はい、オッケー、結構飛ばしたんじゃない。これ落下ダメージでいける。よーし、倒していく。やっぱりね、ラフが一番最強だよ、このゲーム。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。